はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、今回もね、サンズ・オブ・ザ・フォレストやっていきたいと思います。いやー、兄弟、その服ね、めちゃ似合ってるよ、本当に。はい、ということでね、前回ね、ここで一旦ね、セーブをしてということだったんですけどもね。あのね、女の子もね、この近くにいるね、今ね。これ見る感じね。はい、ということでね、いよいよね、今回ですね、この島一周旅行を、なんとか終わらせたいな、ということでね。はい、早速、やっていきたいと思います。よし。ということでね、兄弟。じゃあまた行こうぜ。すまんな。ずっと歩いてばっかだよな。兄弟もね、きっとね、すいません。どこに、いつになったらどこで暮らすんですかみたいなね。ずっと歩いてばっかだからね。そうなんだよな。俺たちは、ふらふらしてるんだよな。うん。かわいいよ。ついてきてくれて。よし、行きましょう。さあ、食料はね、まあまあ、あれなんだけど、ちょっと水が今ね、水筒の水が空状態なので、なんとかね、川まで行きたいな。上に上がって水汲みに行ってもいいけど、まあ、なんとか耐えられるでしょう。ちょっと進みましょうよ。喉乾いてますけどね。なんかないかな、この辺り。海の水は飲めないからな。さあ、相変わらずね、浜沿いをずっと歩いておりますが、このままずっとね、このね、海沿いに進んでいくとね、洞窟が見えてきましたね。今までそういえば浜沿いに洞窟なんかなかったな。寄ってみる価値はありそうなんだけど、それまでね、順調に行ければって話ですね。うわぁ、ここまずいね。これタフな状況だな、ここ。これって、兄弟来れないよね、多分こうなっちゃうと。向こう無理に渡っちゃうけど。振り返ってる余裕がない。向こうまで行っちゃおう。いや、これ参ったな。結構長い距離泳いじゃったな。いた。なんだ、今の。なんで今痛かったんだ。サメかな。すまん、兄弟、迷うよね。あー、ほら、ルート探してる。ルート変更しますになってるよね。多分で、陸路からぐるーって回り込むのかな。多分そうだよな。そういう挙動になるよね。うん、多分ね、道のないところとか、こう海とかね、通れないんだよ。だからぐるーって多分回っちゃうね。そしてね、あのね、女性もめちゃくちゃ上の方にいるね、まだ。こういう感じか。こうですね。仕方ないな。これはちょっとしばらく別行動になるか。ですね。よし、先進もう。あ、やばい。集落か？集落ですね。見えないな。ちょっとこれまずいかも。いた。逃げよう。これもう逃げるしかない。アイテム欲しいけど、逃げよう。大丈夫か？振り切ったか？よし、振り切ってる。よし。逃げる。逃げるが勝ち。あれ？何これ？え？これなんかビーチ、あ！よく見たらこんなところに。あらら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 ら。あ、なんか持ってるぞ、この人。ショットガンレール。あらら、ここで鍛えたか。仲間がいた。よし、ちょっとまた物資の補給。あー、うまい。うますぎー。セーブもできるね。よし。ありがたい。スタンガンの弾。へえ。これ待って、これビーチベッドやって。で、こんなとこに寝てて、ラーメンヌードルだって。今雪がね、積もってて、ちょっと地面が分かりづらいんだけど。グレネード C4 爆弾。あら、めっちゃいろんなもん落ちてるじゃん。モーターボートだ。
パンクしちゃってるけど。これね。あれ？何これ？あらー、なんかナタみたいなやつ拾ったぞ。あれ？これってさ、なんか見覚えのある感じだけど、違うんかな？あ、違うな。沖にあれが浮いてないもんね。あの救助ボートみたいなやつが。似たようなだけか。よし、ちょっと一旦セーブしていくか。オッケー、エナジーバー食べてね、セーブができました。助かったー。いい場所だな、ここ。あ、そして兄弟が陸路から来て先回りしてる。よしよしよし。兄弟賢すぎる、優秀だな。合流できるぞ。前にいるぞ。あー、いたいたいた。いやー、ナイスー。ナイスナイスー。めっちゃ有能だね。よし、じゃあ先進もう。今んところ集落1個パスしただけと、あとテントが今あったよね。今んところそれだけだな。ここもめちゃくちゃだだっ広いスペースでね、超巨大な拠点とか作るにはいいかもしんないね。平らだし。めちゃくちゃでかい拠点。よし、川に出たぞ。この川を少し登って。あら、なんかバケツとかある。水を確保しますか。いや、水うめー。で、水筒の水が空っぽだったから水筒も入れ替えてて。よし、これで水筒の水満タンにして。じゃあ、先行きましょうか。このね、川の向こうも気になるんだけどな。これね、このほら、なんかびっくりマークみたいなやつ？これもそういえば一つも行ってないんだよね。行かなきゃいけないな。まあ、とにかく一周終わったら一旦ね、初期のね、スポーン地点に戻ってみようかなと思って。うん。で、あそこから、あの近辺のね、洞窟とかもね、ほとんど飛ばしちゃってるからね、一箇所、二箇所行ったんですけどね。うん。だから、もう一回ね、あのね、最初の地点から近いところ、片っ端から探索し直しですね。まあ、とにかく今回のね、このね、島一周旅行で分かったことは、あ、これやばい。これ兄弟来れるか？まあ、この島がめちゃくちゃ広いってことは分かった。うん。それ間違いない。だから、あ、洞窟見つけちゃったよ。これだよ。確かにこう乗ってるもんね。待って、今どこなんだ？あ！これもう一周だ。今ね、この地図の、このなんかポコッとね、飛び出してるこの半島みたいなところをぐるっと回り込んだら、ほら、セーブポイント作ってあるもん。多分ね、あそこね、あれですよ。あの一番初めて音楽、ラジカセが鳴ってて、あの仲間がいたところだと思うけどな。これ洞窟行っちゃう？ちょっと兄弟そこで待っててくれるか？あ、向こうになんか集落っぽいのあるぞ、あれ。あれ、ほら。いや、違う。ちょっと待った、どっちにしても、一回ここにセーブポイント作ろう。よし、セーブした。じゃあ、あっち見に行くか。そのね、このマップ、GPS 見ると、このなんか突き出たとこだよね。あーらららら、あ、待って、あれは、集落ではない。あ、これ見せしめみたいな感じか。あー、同僚たちだ。ほら、ヘルメットがある。うわー、くそー、これ下ろしてあげられないのかな。ダメだね、判定がないね。くそー、誰にやられた。誰の仕業なんだこれ。原住民かな？それとも、どの勢力なのかわかんないけど。あれ、ほら、見て。なんかほら、マスクつけさせられてる。これ、もう見せしめだよね。どう見てもね。あ、これ、なんか、判定がありそう。ちょっと待って。斧でやってみるか。あ、ないわ。くそー！下ろしてあげられないのか。何もアイテムはないな。こんなところで。屈辱的だよな。くそー。よし、じゃあ、
洞窟行っちゃうか。ねえ、まあ一周したら探索しようって話だったんだけど、もうほぼ一周もう間違いないですからね。よし、兄弟待っててくれ、ここで。行ってくる。よし、行きましょう。来たー。真っ暗と思いきや明かりがついてるっていう意外な展開。これがね、あるっていうことはね、何かね、大事なことがあるんだよな。なぜこれがこっちを照らしているか。何もない。待ってください。アイテム。酸素タンク？発煙筒。あれ？ラップトップがある。だよね。これ回路基板取れるよね。ノートパソコンがあるってことは、あ、ありがたい。39ミリ弾。ノートパソコンから回路基板は今回も健在なんだな。よし、ノートパソコン見つけたらやっていこう。ん？あ、人いた。人がいたよ。同僚だ、同僚。仲間。これ何？弾か。あ、よく見たら仲間だらけじゃん。うわー、見えないなー。明かりが。ザ・サンセット・タイムス。見えない。見えません。くそー、ここで息絶えてしまったか。何かないかな、大事なもの。なさそうですね。よし。先に取らず行くしかないよね。行きましょうか。やば。これ敵とかそういえば出てくるパターンだよね、普通はね。待って、松明のがいいかな。なんか足音めっちゃしてんだけど。どこで足音してる？え？コウモリか。やっば。びっくりした。めちゃくちゃびっくりした今。ん？また明かりだ。なんだ？帰り道を照らしてくれてる？これ入った順序が逆だったのかな、もしかして。なんでこの出口の方に向かって光が飛んでるんだろう。先行くか。ああ、もうコウモリでびっくりした。やば、真っ暗だな。待ってください。これは、これ投げますか。あ、しまった。これダメだ。それ投げちゃダメだ。右クリックして折ってからだ。ほい。入り口にあったから、まあ、贅沢に使っちゃうか。よしよし、こういう感じで、来た道がこれで分かりやすいから。はい。あれ？今んところ何もいないのが不気味なんだけど。こっちの先に道がある？はい。ある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 。怖ーい。段差になってる。あ、水だぞ、ここ。はい。ほら、浮き上がる。これ行くしかないね、ここはね。あ、浅い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 。めっちゃ贅沢に使って、ああ、いた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 、やばいやばい、びっくりした。めっちゃびっくりした、今。ちょっと待って、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 戻ろう、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 戻ろう。ほらほらほら、影が見える、影が見える、影が見える。やべ、これ、どうしよう、どうしよう。これまずいぞ、これまずいぞ。これね、これは、待って、待って、待って、これ。火炎瓶、火炎瓶、火炎瓶、火炎瓶。火炎瓶行こうよ、火炎瓶。こいつ一発入れて様子見よう。そこの水深がね、浅かったんだよね。だから多分こっちまで来てるよね、やっぱり。ほら。あ、めちゃくちゃいるんだけど。
これ火炎瓶よりもグレレールの方がいいかな。あそこね、足元が微妙に水なんだよね。届かないもんな、これ。めっちゃいる。いけ。やべえ、なんか変なミュータント系がいたんだけど。来た。まずいな。もう火炎瓶全部使っちゃう、ここ。もう持ってるもの全部使っちゃう、ここ。いけ。ほら、なんかミュータント系いる。燃えてる、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 燃えてる。おら。あまり、なんか、火の燃え広がりがないよね。ならば、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 グレネードもうなかったっけ？あれ？グレネードもう、ここに入ってないな。ある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 。10発も持ってる。グレネードぶち込んじゃうからね。いくぜー！うるぅ！はいー！どうなった？いや、なんか真っ暗になっちゃったんだけど。なんだ、なんだ、なんだ、なんだ。やばい。何も見えなくなっちゃった。あと5本しかないけど、使うか。みんな吹っ飛んだかな？あ、なんかみんな吹っ飛んだっぽい。ほら。いや、奥にまだいるな。あ、まだいるわ、まだいるわ。もう一発奥も照らして。ほら。いや、まだいる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 。めちゃくちゃいるんだけど。なんだよ、グレネードもう一発いってやるか。いくぞ、おら。はい。よし、こっからはじゃあ、数はちょっと減ったと思うから。いきますか。ホークアイ。おら。おら。こいつらはどういう存在なんだろうか。やばい、来た。ワンパンで死なない系だね、彼らも。頭入ってるけど。あのね、なんか変なやつがいるんで、あそこに。なんかタラコみたいなやつが。めっちゃ動き早いね。ほら。胴体3発入った。あれでもなんかね、こっちに来ないな。まずい、暗すぎて見えない。はい、矢を回収します。矢を回収。あれ、剥ぎ取れるということは、やはりミュータント系か。あ、やべ、来た。いた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 。まずいまずい、真っ暗闇、真っ暗闇すぎる。あれ、なんかすいません、なんか変な敵の真っ只中に来てしまいました。なぜか先に進んでる模様です。オーバー。やっべー、なんか変なのいる。これ、ここの明かりを頼りに戦うしかない。まずいまずいまずい、ハマってるハマってるハマってる。まずい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 。あっぶな、はまってた今。これこれこれ、何これ、やべえ、なんだこいつ。うわ、気持ち悪い、気持ち悪い。ほら、これなんだこれ。いてて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 、あと2体なんだけど。やば、いたいたいた、半分持ってかれた。待って、これまずい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 。待って待って待って、薬薬薬ん、どこだ、見えない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 。もう行こう。やばい、ミリだ、ミリ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 。薬薬薬薬。どっから来た。あ、ここだここだ。一旦退却。危ない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 。でもね、あと2体だな。ちょっと待って、冷静にここは一旦水をしっかり飲みます。松明で殴って燃やした方がいいかな。いや、体力回復しないとまずいでしょ、どっちにしても。
薬がね、あと3つあるな。オッケー、これでちょっと回復待って、エナジードリンクももうブーストかけちゃう、どんどん。これ飲んで、もう一発飲んで、あと何がやれる、あと何がやれる。グレネード持ってるでしょ。銃は今持ってないよな。松明で殴ってみるか。松明で殴って燃やしてみる。飯食おう、飯飯、のんきにのんきに飯食っちゃおう。よし、スタミナがこれでかなり復活して、対番5番にバインドしてある。よし、これでいくか。いた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 、ほら燃えろお前、燃えろお前、ほら燃えろ。やべ、ダメージが強烈なんだけど、もらっちゃうのが。グレネードを適当に入れてみます、あの辺り。いけー、ドワーン。からの松明でもう一度確認。いや、まだいる、まだいる。影が見える、そこに、ほら。あ、死んでる。やった、倒したぞ、ついに。こやつを。あれ、待って、味方もいたんだけど。うおー、いるいるいる。燃えろ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 、お前。うわー、よし、燃えた。いいね、松明これいいかも、彼らには。よっしゃー、待って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 、今この辺に仲間いたよね。いた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 。ここに明かりがあって、あ、ここにもいた。待ってください。そういえば、剥ぎ取ったよね。これ、つけられるんじゃない？あのアーマーとして。これ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 。ほら、来た！不気味な装備！来た！よしよしよし。相手から奪ったものを身につけていく。ああ、よく見たら上にほら、オールが、こういう風になってたのね。装備をね、かなりつぎ込んだからな。もう、これ、まずいぞ。何かいいアイテムか何かがないと。ちょっとなあ。ここにもライトがある。向こう照らしてるね。こっちか？いや、違うな。明かりが向こう照らしてるってことは、明かりの方行った方がいいよね。かなりね、あららららららら。物資をつぎ込んだから、何かいいもの出てくれ。洞窟だからね。これ、あのほら、息絶えてる仲間が持ってるカードキーとか、なんかそういう展開ないかな。あれ？なんか大丈夫？これ、狭いとこに入ってきてない？何も出てこないもん、不気味だな。うわ、怖え。さっきでもね、分岐があったよね。あっちも気になるから、あっちも行きたいんだけど、これ長いな、この道が。音がしてる。いるぞ。何かいる。柔軟しようとか？やばい、静かすぎる。発煙筒使いたいんだけど、もう数がないんだよね。あ、びっくりした。めっちゃびっくりして、今。もうホラーだよ、これ。あ、いた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 。おい、アーマーをよこせ、アーマーをよこせ。燃えろ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 。ほら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 。お前たちから剥ぎ取ったアーマーで、こっちは硬くなってるんだよ、さっきより。ほら。いや、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。すいません、お一人様、お一人様ずつ、お一人様ずつよろしくお願いします。同時に複数の方はおやめください。いてて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 。しかし、お前たちも自業自得だな。自らのその皮膚でこちらは守られているというね。お前たちの皮膚で敵が守られているという、この現実。よし、やったか。やったな。君のね、仲間たちの皮で私は守られていた。しかし、それはもう全部なくなってしまったから。また剥ぎ取って、今度は君たちのね、皮でね、私を守ってくれ。ありがてえ、装備が5個も増えた。ありがとうございます。
音楽鳴ってる。ラジカセがあるパターンだぞ、これ。ほら、大人の方へ。あ。近い。これだ。なんでこんなでも空中にぶら下がってんだろう。あ。これはラップトップだから、潰した方がいいよね。回路基板もらう。まだ先、長いね、これ道が。待って、これ、まだ、いる可能性大。やっ。いたー！あー、チビちゃんだ！え？いるんだ、ここにも。この世界にも。やべ、こいつらね、結構面倒なんだよな、これ。意外とね、強いんだよね。あー、もう、全部溶けちゃったじゃないか。まずい。しかもね、彼らからはね、何も剥ぎ取れないしな。くそー。アーマー全部持ってかれた。やべ、めっちゃ怖い。めっちゃ怖い、これ。音が。なんか音してるんだけど、見えないんだよね、先が。しかし、長すぎるんだけど。道はないよね。ただ救いなのは今んところずっと一本道。おい。あ、どうやら、あー、なんかいた。なんだこれ。スタンガン。やった。スタンガンもらったんだけど。あー、この人はここで作業してた人だよね。こういう人が多分さ、カードキーとか持ってるんじゃないの？この島にいた人、島で働いてた人。救助隊じゃなくてさ。でも何もないな。あー、もう行き止まりだ。これだけか。いや、ただ待って、なんか分かれ道あったよね、そういえば。うわ、何これ。手がなんかどうなってんの、これ。怖っ。分かれ道まで戻るか。ここはね、一本道だったから多分戻れるはず。いや、ただね、長いんだよね、これね。いえ、何これ。湧き直してんだけど、もう。やば、リスポーン早っ。やばい。来てる。これでも、ここが多分、あれ？どこだ？頑張れ、自分。息切れしてる。これめっちゃ戻っちゃった、ひょっとして。あ、めちゃくちゃ戻ってきたね。あ、でもいいや、ちょうどこれ分岐だよね、これ。これ待って、思ったんだけどさ、ここでセーブできないんかな？セーブポイント作れないかな？あ、やべ、来てる。なんかやれそうっちゃやれそうだね。待って。来ちゃった、こっちまで。やべ、また来た、こいつだ。まずい。やば。マジかー。ただ、これで、これ、まさかの死に戻りってやつじゃない？ん？これ洞窟内かな？どこだろう？あ、なんか洞窟内っぽいな。そりゃそうだよね。これ死んで外の世界に戻ったら死に戻りになっちゃって楽だもんね。洞窟だな。ただこれどこだよ。これが、なんだ、なんか初めて見たアイコン8ってなってる。なんだ8って。やばい、もう薬がないな。ベリーとか食べてどうなるかな。あ、ベリー食べたら、ちょっと回復してるね。まずい、自利品だ。あ、これは出口に近いとこだぞ。一旦出た方がいいな、これ。一旦出て、ありがたい。これ一旦出て、で、ちょっともう一回来た方がいいね。やった、出れる。オッケー。
うおー、帰ってきた。はい。というわけでございましてね。まあ、ほぼね、一周もう完了でいいかな。多分、この先がもう見たことあるところなんで、雷めっちゃ鳴ってる。ですね。多分、そういうことですね。で、びっくりマークね、あるな、よく見たら。で、この洞窟だよね。洞窟が、一応、スタンガンっていうのを手に入れたんだけど、そういえば。どこだなんだろうな。あ、これか。スタンガンだ。ほんとだ。ビリビリってやるやつだね。うん。これ手に入れたんだけど、まだね、なんか途中の分岐があって、もう一箇所の左側行けそうだから、そこね、ちょっと次回行きましょうかね。ただですね、もうね、薬がなくなっちゃったから、どうしよっかな。回復なしで行くのもなーっていう感じなんだけど。まあでもな、ここにセーブポイントも作ったし、死に戻りっていうかね、ゾンビアタックでも行ってもいいかなっていう気もしてる。うん。で、洞窟内で死んだら、洞窟内で分けたから、そんなに問題ないっちゃないんだよね。はい。ということで、じゃあまたね、続きは次回やっていきたいと思います。まあ、それか、この近辺でね、何かあさりに行って、あ、そうか。あっち側の対岸のところに戻って、薬ありましたね。あれ取りに行ってもいいな。ですね。はい。まあ、ちょっとじゃあまたそのようなことをしてね。次回ね、この続きまたやっていきたいと思います。というわけでございまして、今回は終わりとなります。じゃあね、またね、次の動画でお会いしましょう。